さてさてやってまいりましたのね、鹿児島、こちら天文館ですけどね、今から札幌の自宅に帰ろうというわけでね、なんと2200キロバスを乗り継いで帰るというね、そんな無謀なことを思いつきました。まずはね、腹ごしらえだということでね、天文館にあるガルフさんです。鹿児島ラーメンのガルフさんで、こちら炙りチャーシューラーメン極みというね、極みですよ。目の前でね、このチャーシューをね、炙ってくださるんですよね。これがね、むちゃむちゃボリュームあって、ペロリ、美味しかったですね。もうお腹満パンということで、バス停に向かいましてね。まずは、今日はね、第1日目ということで、鹿児島から博多駅のバスターミナルまでね、向かっていこうということで、バスがギュッといきなり来たんでね、外観取る間もなく乗車ということで、3列独立シートですね。で、足元も広々でございます。これね、あのフットレストを下ろす人多いですけど、僕フットレスト下ろさない方が足元広々使えるんで好きなんですよねっていう、まあ勝手な個人的な感想でございますで、まあ3列独立シートなんでね、隣の人と肩が当たるようなこともなく、非常にのびのびとシートが使えます。で、たまたまね、前後も人がいらっしゃらなかったんで、リクライニングも気兼ねなくという、まあそんなバスの旅、11時52分スタートでございます。まあここからですね、博多駅バスターミナルまでは4時間ちょっと、5時間はかかんないですね、4時間ちょっとという旅になるんですけども、まあ、この桜島号っていうのはね、鹿児島空港を経由していく各駅停車便と、空港経由しない各駅停車便とノンストップ便っていうのがねあるんですけれども、今回乗りましたのが、まあ、これ鹿児島中央駅前を通過してるとこですけども、鹿児島空港に寄っていく各駅停車便ってことになります。まあ席のね、ご案内もしておきましょう。前面の座席に充電用の USB ポートと、あと読書灯がついてましたね。で、この網ポケットには Wi-Fi のご案内とエチケット袋が入ってますよと。で、あと前方左側にはドリンクホルダーもありますね。で、フットレスト、さっき、まあ、出さないって言いましたけど、フットレストと、あとレッグレストもついています。で、リクライニング結構倒れましたね。もうここまで倒したら、もう後ろの人隙間なくなるでぐらいまで倒れる、そんな広々シートでございました。さあ、高速道路に上がっていてですね、まずは鹿児島空港に向かうみたいですね。鹿児島空港でも乗車の取り扱いがあるので、高速でまずは鹿児島空港に向かって行きます。で、この日はね、この見ていただいた通り、パラパラと小雨の降るような日だったので、この今正面にはね、桜島が綺麗に見えとるはずだったんですけれども、残念ながら雲ということでしたね。でも、まあなんか南国のね、この木がいっぱい生えてましてね、南国情緒を楽しんでおりましたら、まあ40分後ぐらいですかね、鹿児島空港に到着でございます。まあここでね、乗車の取り扱いをするんですけども、でもどうなんですかね、飛行機で鹿児島までやってきて、そこでバスに乗り換えて福岡に向かう、まあ中にいらっしゃるのかな、まあよくわかりませんけども、この時はどなたもね、乗車はされませんでしたね。ということで、また高速に乗ってですね、北へ北へと向かってまいります。で、鹿児島空港を出てから40分ぐらいだから、天文館を出て1時間半ぐらいで1回目の休憩に入ります。この休憩がなんか楽しいんですよね。1回目の休憩はですね、海老のパーキングエリアでございます。海老の市ですね、まあ、住所で言うと宮崎県なんですけれども、霧島さんの、まあ、中腹の高原ですよね。海老の高原なんですね。で、まあカレーがあったりね、ロールケーキがあったりね、まあ宮崎感がやっぱ強いですね。なんか鹿児島っぽいんですけど、立地的には。でも住所は宮崎でございますよという感じで、宮崎のお土産がたくさんございます。で、レストランなんかもね、併設されておりまして、日南鶏ラーメンとかですね、チキン南蛮、おお、やっぱ宮崎やねという感じですけどね。まあ休憩時間15分ぐらいしかないんで、さすがにチキン南蛮食べてる時間はないなということで、外でねボサーっと深呼吸をしておりました。やっぱこのちょっと雨降ってる日の緑の匂いってめっちゃいいですよね。で、ここからですね、この海老の高原が一望できると、まあ盆地になってますんでね、山々に囲まれて、まあ、ゆっくりね、観光で訪れたいなぁなどと思いながら、この緑の匂いがムンムンするね海老のパーキングエリアでもう40回50回ぐらい深呼吸をしてバスに戻っていきます。まあ先ほどご紹介できませんでしたけど、こちらがね、桜島号でございます。高速バスですね。
でこの白露っていうねお酒のラッピングがド派手にされておりましたけども、ああ焼酎飲みたいなという感じで、まあ1回目の休憩おしまいということで、またバスに乗り込みましてね、北へ北へと向かってまいります。まあ、途中ですね一瞬晴れ間が見えたりとかしてね、まあ非常にこの森林浴を目で楽しむというんですか、うん、山々の間を縫って走る高速道路を楽しんでおりましたら、2回目の休憩ポイントに到着です。2回目はね北熊本サービスエリアですね。先ほどの海老のパーキングエリアを出て1時間20分、14時40分に2回目の休憩になります。まあ、熊本市の北部、まあ、北熊本ですからね。で、まあ、ちょうど福岡と鹿児島の、まあ、間、5分の3ぐらい来たとこかなにあります北熊本のサービスエリア、こちらでね2回目最後の休憩を取っていきます。まあ、中に入るとやっぱりね熊本、やっぱ熊本は熊本強いですね。あとは阿蘇のね牛乳関係とか、あと熊本ラーメンとかね、いきなり団子とかで外せないのがからしれんこんとか、あと馬刺しですよね。だからこう考えると熊本って名物料理いっぱいありますよね。で奥にあるレストランでは当然ですよ、当然ありました高菜飯ですね。あとタイピーエンもありましたね。うん、まあただね10分の休憩ではなかなか食べられませんので、もう深呼吸だけしてバスに戻りまして北へ北へと向かっていきます。まあここから1時間ちょい経ちますともう福岡市内に入りましてね、都市高速なんかを走っていくんですけれども、まあ雨なんでね窓が曇るわけですよ。で博多のポートタワーが見えとるなと、窓キュッキュッキュッってやろうと思ったんですけども、ただねあれやると後で掃除する人大変なんでね、自然にエアコンで霧というか曇りが晴れるまで我慢しておりましたら、もう天神の街並みが見えてまいりました。やっぱこの高山質店のひよこのでっかい看板、これを見るとおお福岡に来たねという感じがしますけどね。で天神のバスターミナルを経てやってまいりました博多駅でございます。博多駅の隣にあります博多駅バスターミナル、博多バスターミナルで下車をいたしますよということで、今回この桜島号の4時間30分の旅ですね、以上になります。で実はこれね夕方の4時半ぐらいなんですよ。でこのバスターミナルから18時40分、6時40分ですね、2時間後ぐらいにキングオブ深夜バス博多号が出ております。そのまま東京新宿バスタに行くバスなんですけれども、これに乗り換えることは可能なんです、可能なんですが、ちょっとお仕事がありましてね、バスに乗ってるとさすがにお仕事できませんので、キングオブ深夜バスは明日乗車となります。というわけでね博多で一泊をしてですねお仕事を済ませましょうということで、まあいつも福岡でお仕事の時はねここに泊まること多いですけど、ホテルアクティブ博多さんですね、まあコーヒー飲み放題とで非常にシックなお部屋で使い勝手がまあいいんですよ。でコーヒー飲み放題だし、であとね僕ここのパジャマが好きでねめちゃめちゃ楽ちんなんですよね。なんてことで、博多のホテルでですね一泊をしましてお仕事をして、翌日またキングオブ深夜バスに乗って東京に向かうという次回に続きたいと思います。今回ね、まあ、最後までどうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければねチャンネル登録をして、第2弾キングオブ深夜バスでバスタ新宿に向かう14時間のプレミアシートの旅、楽しみにお待ちいただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。